けてない。法事で帰るんですからね。スキーはおまけ。お母さんだってやるくせに。早く滑りたい。よしみちゃんと会うのも久しぶりだし、春休みって宿題もないし最高。高校生にもなって。お守りだもん。かわいいね。ちょうだい。やだ。ただ助かった方もほとんどが重傷で、何人かは非常に危険な状態だということです。今新しい情報が入ってきました。先ほどこちらの病院に運ばれた親子とみられる女性2人ですが、所持品に入っていた名前から杉田という名字であるということが分かりました。先ほどこちらの病院に運ばれた親子とみられる女性2人ですが、所持品に入っていた名前から杉田という名字であるということが分かりました。じゃあ行ってきまーす。そり残し気をつけてね。行ってきまーす。すみません、杉田と言いますが。はい、杉田さんですね。はい、2階特別処置室になります。はい、特別処置室ですよ。平助さん、すまねえことをした。俺が法人に帰ってこいなんて言わなきゃ。先生、先生、杉田さんですか。はい、どんな様子でしょうか。大変厳しい状況です。妻ですか、それとも娘ですか。両方ですか。先生、お母さんが VF です。
モツミ一等。はい。大丈夫か。え？おなみか。大丈夫。隣にいるぞ。先生、あ、すいません。ナオコ、頑張れ。ナオコ、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 こちらにどうぞ。ナオコ。先生呼んでくる。待って、平ちゃん。ナオコよ、私。え？何言ってんだ、モナミ。平ちゃん、私、ナオコよ。何言ってんだ、大丈夫かモナミ。違う、私ナオコなの、わからない？まさかそんなこと。私だって信じられないけど本当なのよ。お父さんをからかってんのか？違う違う。それなら俺が初めてデートに誘った時のこと覚えてるか？三崎灯台でソフトクリーム食べた。その後は中華街でご飯食べた。平ちゃんたらそばばっかし5品も頼んで。そばだけじゃないぞ、ビーフンも食ったぞ。じゃあ、へいちゃんが初めて私の部屋に泊まりに来た時のこと覚えてる？ああ、冬だった。あの夜ベッドの上でへいちゃんの足がつっちゃって大変だった。お前まだ生きてんのか、ナオコ。ナオコ。え？
死んだのはモナミってことになるのか。モナミの体取っちゃった。私、モナミが戻ってくるんだったらどんな治療でも受けるから。今は誰にも話さない方がいい。ヘイちゃん、私どうすればいい？ただいま。うわ、こんなに散らかして。ヘイちゃん、窓開けて。うん。なんか変な感じ。ちゃんと水やっててくれた？うん、時々。もう、ああ、みんな枯れちゃってごめんね。今お水あげるからね。私夢見てるのかな。一人で大丈夫か？大丈夫。うん。うん。反り残し。うん。やっぱり直子だ。行ってきます。行ってらっしゃい。ちょっと薄いな。あ、
でも主任、今回は関西風が売りですから少し薄味の方がいいんじゃないかと思う。ラーメンというのはね、一口目からうまいとかにさせなきゃいけないんだ。関西で使う薄口醤油にしたって塩分濃度はかなりあるわけだから。はあ、でも出汁の香りはすごくいい。もう一息だね。じゃあ麺に移ろう。麺は自信あるんです。主任、相変わらずだけどちょっとやつれたみたい。麺もいい。こんなことがあったんだもん。ほら起きなさい、遅刻するわよ。ダメ、起きろ。いやだ、もうちょっと。起きなさいよ。いやだの。いや、何でも。お母さんも出よう。うん。まあ。いわゆる憑依と呼ばれる現象は、宗教学、自然科学、超心理学など様々な観点からの解明が試みられている。ここに一つ興味深い事例がある。それはフランスのリヨンに住むコリーヌ・シモンという少女の身に起こった。彼女は天然痘にかかり、一旦は仮死状態に陥ったが奇跡的に回復した。ところが生還した彼女の人格は全く別人のものになっていた。実はほぼ同時点で死亡したアルザス地方の中年女性の霊に乗り移られていたようなのだ。少女は死んだ女性に関することを熟知していた。その状態が2年間続いた後、少女の本当の人格が戻った。ただいま。やっぱりナオコだ。モナミ。ナオコ、おかえり。何してんだ。高校生みたいでしょ。やっぱスカート短すぎるわよねこれ。別に。そんな見ないでよ、ヘイちゃん。いいから。見ちゃいますよ。ヘイちゃん。やんない。ヘイちゃん。私いろいろ考えたんだけど。世間的にはモナミとして生きていこうと思う。うん、そうだな。そうするしかないよな。でもうちではヘイちゃんの奥さんであることには変わりないんだし。指はできなくなっちゃうね。
これからはこれを結婚指輪だと思って大切にする。うん。俺はしたままでいるよ。ありがとう。でも、四十のおばさんが高校生になれるのか。なります、なります。そうじゃないのよ、心配してんのよ。では5万5万10万コース。変な風じゃない。でもあったな。なんか懐かしい感じ。モナ、あれ元気？お久しぶり。クニコちゃん、しばらく見ない間に置かないなって。クニコも2組、うん、どうしたのそのスカート、なんか変？変、体大丈夫？無理しちゃダメだよ、無理しちゃ。行こう。ありがとうね。うん、行こう。あいつもよほどショックが大きかったみたいで、人の顔や名前をど忘れしたり。そうですか。勉強の方も全然できなかったりすると思います。一学期始まって間もないですし、モナミさんは優秀ですから大丈夫です。いえ、全然ダメです。きっと周りの会話にもついていけないと思いますよ。まったく。学校のことはお任せください。モナミちゃん。ああ、小田島くんよね。はい。今年もよろしくね。こちらこそ。どうぞ、どうぞ。あ、こ。どうしたのいちいち。ん？前同じクラスだったから。わざわざするかね。あ、でもしかとしたらまずいじゃん。モナ、久しぶり。大丈夫？ね、大丈夫？よかった。二次関数 f かっこ x イコール ax 次乗プラス bx プラス c が、この2つの条件を同時に満たすような定数。モナミ助けて。はい、この問題に答えてください。じゃあ、杉田さん。私ですか？はい。いいよ。どうして？いや、なんかさ、いつも流してあげてるでしょ。そうだよな、お前直子だもんな。どうだ学校は？やっぱり疲れるわ、周り子供ばっかりだし。それは言えてる。でもね、不思議なの。何が？数学の授業とか全然ついていけないと思ったのに、当てられて前に出たら結構スラスラ解けちゃって。
意識は直子でも脳はモナミだからな。才能や得意分野は脳で決まるから、今の直子はモナミと同じ素質を持ってるってことか。うん、そうかもね。温まって。サンキュー。ちょっと何やってんの。ちょっと姉ちゃん、賠償額につきましては男女差や年齢を考慮して個別に算定いたしますので、5000万から8000万が一つの目安となります。最低1億は取れますか。安すぎませんか。この命を何だと思ってんだよ。お手元の資料にある通り、慰謝料、葬儀費、逸失利益には計算式がございまして、それに当てはめて計算いたしますので、金額はほぼ決まってるのが現状です。うちはこれから稼ぐって年の息子2人殺されてんだよ。それの小やるや仕事は訳が違うよ。一人2億だ。あの、事故原因ははっきりしたんでしょうか。バス会社も運転手のミスを認めていますし。きちんとした調査を行ったんですね。死んだもの戻ってこないよ。事故原因の徹底調査を会社側に求めてください。死んだ者たちはそれを一番知りたがってるんです。わかりました。運転手の過剰労働の問題、その他事故原因についてのさらなる調査をバス会社に要求していきたいと思います。お願いします。わかりました。お金なんかじゃないでしょう。金なんかじゃ。それからもう一つ、実は亡くなられた梶川運転手の息子さんが来ておられます。皆さんに一言謝りたいとおっしゃってるんですが、よろしいですね。じゃあ梶川さん、こちらへ。この度はどうも。なんだその謝り方は。失礼だろ。何人死んだと思ってんだよ。誠意持って謝れ。一体何様のつもりなんだ。貴様の親父の責任だろう。うちの親父は人殺しなんかじゃねえ。何言ってた。失礼だな。追ってこい。ちょっと待って、あなたあの態度は何なの。あいつだよ。毎晩電話かけてくるんだ。お前の親父は人殺しだって。今声聞いたあのおっさんだって分かった。それにしたって被害者の気持ちは考えないの。気の毒だと思うよ。お宅にも。でも親父だってわざと事故を起こしたわけじゃない。会社だって事故の原因親父に押し付けるばっかりで何もしてくんないしね。
あなた他にご家族は？いないから俺が来たんでしょ。ちょっと、何なのあの態度。あいつも結構大変なんだろ。大学生よね。どうかな。あの子の学費稼ぐために無理して働いてたんだったら被害者だって浮かばれないじゃない。誰が無理したって？運転手よ。あの日私そばで聞いてたの。母さん、ここで交代だよ。ごめんごめん。大丈夫？昨日寝てないんだよ、バイトで。またトラックやってんの？バレたらやばいんじゃない？だって俺これしかできないもん。けどバイトはしんどいでしょ。いや、そうでもないよ。家族の幸せが俺の幸せになっちゃってね。やっぱり眠り運転だったのかしら。保証交渉の方は俺がやるから、お前はもう事故のことは忘れろ。気遣いすぎてくれちゃって、あの子疲れんのよね。罰当たりなことを言うな。いい先生じゃないか。ずいぶんかばうじゃない、バカ。でもなんかいつも見られてるみたいや。なんか息詰まっちゃう。私のこと疑ってんのかな。何よ。モナミじゃないってこと。バカ、心配してくれてるだけだよ。これ結構ボリュームあるな。うん、なんかお肉とか食べたいのよね、若者だから。若者に、ね、せーちゃん、あっちの方どうする？うん、あっち、エッチ。ちゃん、ちょっと汚い。なんだよ、いきなり。ちょうど橋本先生の話題も出たところで。関係ないだろう。でもどうする、あっち。どうするってしょうがないだろう。まさか実の娘とそのセックスするわけにいかないだろう。そうね。医学部。ええ、でもここに来て急に医学部志望に切り替えるのは難しいんじゃないかと思うんです。なんでまた。何か思い当たる理由ありますか？いえ、かけましょうか。すいません。
先生がご近所だなんて知りませんでした。はい、あの道をずっと行ったとこなんです。お一人で？ええ、そうですよ。そうですか。おいおい、けいちゃんをどうしようってんだよ。それでは。ありがとうございました。いや、おなみさんによろしくお伝えください。はい、失礼します。浮気亭主。ああ、びっくりした。聞いてたのか。何ニヤニヤしてんの？誰が？ああ、結構平ちゃんのタイプだもんね。何言ってんだよお前、バカか。えちち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 、私農医学の勉強してみたいの。自分がどうしてこういう状態になったのか解明したい。やっぱりそうか。でも科学で分かることなのか。たとえ分からなくても探ってみたい。釈然としないままなんとなく受け入れて生きていくなんて辛すぎる。そうだな。それともう一つ、人生もう一度やり直せるチャンスを無駄にしたくない。ナオコとしてできなかったことをモナミの体でやってみたい。モナミのためにも。なんか俺置いてかれそうだな。ダメ。応援するよ。俺もあと20年近く働けるし。おい。何？お前スカート短くなったんじゃないのか？これが普通よ。よせ。40のおばさんだぞ。お前。ほら。ナオコ。また夕食に九時の旅人の鏡ならんことこそ、鏡ならんこそミュージカルで受ける。Hey, Naoko, looking for you. Hey, Naoko. うるさい。いただきます。うわ、大きいの入ってるよ。ダーン。ダーン。ダメだよ。うわ。いよいよ明日だな。頑張る。大丈夫だ。この半年全勢力を傾けて完成させた製品だ。どうぞ。私がダメでも来年がある。来年がダメでも再来年が。私が受からなきゃ受かる人なんていないわよ。すごいなお前。
どう0705なおくん、あ、あったラーメンパーのおかげだな。はいよ。久しぶりだねこのお店。うん。よまち。へいちゃんとこうしてる時が一番幸せ。そうだね。ねえへいちゃん。もしへいちゃんがあの子のこと好きなら。あの子？先生、橋本妙子ちゃん。妙子ちゃんってお前。アタックするなら今のうちよ。俺には奈子がいるじゃないか。ありがとう。さりなかしよせよ。え、小和田お待ち。大丈夫かい。ほらほらほら、私が顔隠せばできるんじゃない？声も出さないから。モナミの体でそういうことをするのはまずいだろう。じゃあ口でしてあげようか。言うなよ。分かった。私明日からモナミの部屋で寝ることにする。しなきゃいけなかったのかもしれないな。今日だけこうして寝てもいい？
モナミちゃんの医学部合格を祝って、はい、はい、乾杯。おめでとう。お父さん早くこっち来て座ってよ。はいよ。前にモナミちゃんと約束したでな。おじいちゃんのそば食べてって言ってたじゃねえか。あ、うん、楽しみにしてたの。いただきます。これこれ、いただきます。うまい。よかったね。野菜も食べろ。ごめんなさい。お母さんおじいちゃんのそば好きだって言ってたから。こんなに美味しいんだ。ねえねえモナミちゃん、ボーイフレンドいない？あら。いないいない、そんなの。なんで？とんでもないよ。そう思ってるのは父親だけだよ、ヒュスケさん。モナミちゃんさ、いい男捕まえてちゃっちゃっと結婚しちゃうよ。あんたとね、あのナオちゃんの結婚式の時なんか、このお父さん披露宴の控室でビービー泣いたんだよ。エスケさん、あんたのとこ殴るっつってよ。あ、何言って、お前泣いたでしょ。そんなことはありません。言ってた。まあ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 。お父さんはどうした？お風呂。あ、悪いね。ここがこれでしょ。ああ、よくわかるね。だってお父さんよくここが痛い痛いって。え？あ、うん、うちのお父さんも背中がこるって。そうか。やっぱり揉んでやるのか。偉いね。モナミちゃん。はい。モナミちゃんももう大人だ。だで、もしお父さんに似合いの人が現れたら、その時は祝ってあげようね。どこにいるんだろう。バカ野郎。
お待たせいたしました。ご案内いたします。ご注文の方は以上でお揃いでしょうか。はい。ごゆっくりどうぞ。決まりになりましたらお呼びください。いらっしゃいませ。お客様何名様でしょうか。2名様で。お席の方へご案内いたします。ちょっと待ってください。あれおかしいな。どうしたの？なんか財布落としちゃったみたいで。親父しっかり見守ってるかな。一緒に。よろしいですか？失礼します。いいんですか？すいません。2630円で5000円お願いします。お互いこういうことよくあるんです。いや、あ、どうも。あ、これこの前はどうも。まあせっかく届けに来てくれたんだ。お茶でも。あ、すぐ帰りますから。ありがとうございました。あ、すいません。立ち入ったこと聞くようだけど、お父さんに労災を降りたの？ダメですね。バイトのこととか全部バレてて。そうか。で、君学生？辞めました。今ラーメン屋で働いてます。ラーメン屋どこの？四ツ谷ですけど。四ツ谷？会社の近くだ。こうやって知ってます？もちろんです。斜め向かいに寿司屋があるでしょう。その四五軒隣に土石流ってラーメンがあるの知っているかな？あの、事故の原因知りたがってましたね、確か。多分バス会社の言うように居眠り運転ですよ。親父のやつめちゃくちゃ無理して稼いでたから。あなたのために働いてらしたわけよね。どうかな、しょぼい暮らしでしたよ。ギャンブルで借金作ったのかもしれない。博打好きだったから。辞める人々にとって必要なのは立派な学者などではない。本当に必要なのは良き臨床医である。この言葉こそが本学の基本理念であります。この言葉を胸に刻んで本学での6年間を有意義に過ごし、将来出会うであろう多くの患者さんとその家族にとっていい医者になってくださることを願います。ヨット部が入んない。勉強で精一杯ですから。勉強で精一杯のやつなんて一緒になれないよ。医者は体力勝負だから今のうちに体鍛えとかないとね。ああ、でもやっぱりいいです。医学は体力、医学は体力、エッチネッエッチネッ、医学は体力、医学は体力、エッチネッエッチネッ、医学は体力。あ、慌てんな。はい、座って。はい、前見て前見て。
ジム逃がせ逃がせジムジム逃がせハツナチンするぞ落ち着け頑張ります。ヨット医者は体力勝負よ体鍛えとか危ないだろう。先輩たちがついててくれるから。それって男かもしかして。ある農夫がアナグマを退治するために強い顎を持つ犬と巣穴に潜れる短い足を持つ犬を何世代もかけて交配しダックスフントという品種を作ってしまった。